勝負強いバッティングと両足を前後いっぱいに開く一塁守備で多くのファンを魅了した大洋ホエールズの松原誠。若くして4番を打ちながらも3割を超えたのは13年目であった。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。木のそばにいるとホッとするね。積水が作る木の家、積水通遊ホーム。積水通遊ホーム。あったかいお部屋で冬物語買って待ってます。ようこ。今年も来ました冬の名物、じっくり美味しいこの生ビール、札幌冬物語新発売。札幌。昭和35年、師匠三原監督が率いる大洋ホエールズは初めての日本シリーズで大魔オリオンズを破り優勝。名手土井を擁する保守陣は万全であった。しかし三原はチームのためには土井の後を継ぐ保守の育成が急務と考えていた。2年後、松原誠は強打の大型捕手として太陽に入団する。松原さんが太陽に入団するきっかけとなったのはあの頃ドラフトがありませんでしたから、どういうタイミングでどうしてあの球団に入ったんですか？ですね、私は生まれは東京なんですね、はい、ですぐもう疎開ですね、古いですね。そして親父がね、川崎の出身だったんですね、はい、それでなんまあ球団も少なかったんですが、中央球界には名前が売れてませんでしたしね。じゃあ飯能の松原さんというのは知る人ぞ知る高校生、数人でしょうけどね。じゃあここ2年ぐらいから太陽は熱心に松原さん。そうですね、土井さんの後釜にということで、星でしたから当時ですから、そういうことで誘われてね、はい、入りましたらとんでもなかったですけどね。こんなに差がありましてね。うまいこと言うもんですね、スカウトの方は。何と言ったんですか？もうぜひうちの土井君がもうじきその年齢的にダメになってくると、はい、まあ、うちいらっしゃいすぐレギュラーになれるようなこと言われたんですよね。やっぱりもう松原少年にとってはそれだけプロのスカウトに言われれば、よしっていう感じになりますよね。その割にね、契約金安かったんですね。8人当時高校生が入りましてね、私が確か一番低かったと思うんですけど200万円。一番驚いた太陽のピッチャーで、これはすごいな、先輩だなと思ったのは、やっぱり権藤さんのカーブですね。あ、左の権藤さんの、はい、権藤さんのカーブがうわっと思ってね、取れないんですよ。それで入団した年に僕非常に期待されてましたね、三原監督から、はい、打つ方はちょっとこうセンスがあったもんですから、はい、そしてオープン戦第1戦、まあ、当時NHK で全国放送があったんですね。でテレビで出るのを初めて、その権藤さんの球をその日初めて僕受けたんですよ。オープン戦でじゃあマスクかぶったんですか？それで当時話題戦がありましてね、水原さんがちょうど東映行かれた年、そして尾崎が入った年でしょ、はい、で向こう先発尾崎なんですよ。でうちが権藤さん、はあ、その時僕記録作ったんですよ。何の記録作ったんですか？4三振で1点取られたんです。4三振で1点取られたってのは三振目をパスボール、取れないんですよ、権藤さんのカーブを。じゃあいわゆる振り逃げってやつですか？振り逃げですね。それで次、2人三振取る間に、はい、ポロポロ2塁3塁ですね、で2アウトランナーサード、はい、またパスボールです。で次のバッター三振で4三振で1点って、これも日本記録だそうですよ。松原は土井の後継者として期待されて入団したが、島の伊藤という強力な捕手陣の壁に阻まれた。キャッチャーからこちらの使い込んだ松原さんのファーストミットがありますが、はい、これに持ち帰るきっかけとなったのはどういうことからなんですか？当時三原監督がですね、土井さんがうち正捕手としていましたね、はい、
でいつでもこうゲームに出れる状態で島野さんっていうキャッチャーがおられたんですね、はい、そして東北高校から入った伊藤さんって後にレギュラーになりますけど伊藤さんっていうキャッチャー3人このいいキャッチャーがいたわけです。でこれは出番がないだろうということで体も柔らかいし伊藤さんをコンバートするか僕をコンバートするかどちらかをしようと今現在3人いれば十分であるということで、僕の方が体が柔らかいっていうことで、まあ、コンバートしようと。で足が遅いですからファーストしかないんですポジションが。松原さん自身はやっぱり選手としては非常に器用な選手だったんじゃないかなって感じはするんですけどね。器用ではなかったですけどね、どっちかちょっと不器用の方ですけれど、やっぱり体が柔らかいとかそういう順応性はあったのかもしれませんね。あのキャッチャーからファーストに行きましたけど、確かその他のポジションも時によっては守らされていたんじゃないですかね、はい、いやあの桑田さんが抜けた後に三塁手も結構長くやってるんですよこれ。そうでしょう、ですからファーストサードと、はい、この2つはもう結構長くやってますね。そうなんですね。その他にもオールスターではピッチャーバッテリー以外ですね、ピッチャーキャッチャー以外は、はい、確か全部守ってますね。三原の決断によって一塁手として再出発した松原。しかしレギュラーの座を獲得するまでには至らなかった。入団5年目、長打力を生かすために打撃コーチ岩本隆からマンツーマンの指導を受ける。まあ、ここにボールがあるんですけれど、はい、このとちょうどこのレギュラーになった年に、はい、当時バッティングコーチだった岩本さんがですね、はい、奥さんがこのお風呂場のこう洗うのに使うスポンジがありますよね。ありますあります。あれまあ大体4つぐらい作れるんですけど四半分に切ってそれをこう丸くしてくれて、はい、これ変化するんですよね。こうまん丸じゃありませんから、はい、こっち来たり落ちたり、うん、ふわっと上浮いたりね、はい、それを毎日あの続けたんですよね。終わった後にあの岩本さんからお伺いしたんですけど、はい、三原監督からなんとかこのクリーンアップ打てるようにしろというあの三原監督からの命令で、まあ、始めたというお話を聞きました。これ4番バッタークリーンアップを打てるようにということはもちろん遠くへ飛ばすということも、うん、それはそうですね、要求されますね。中軸を打つんですから少なくとも20本以上ホームランを打てるようにということでしょうね。私は実際にはあのそういう技術はあったんですけれど、この小学生の時に腕を折ってましてね、はい、今でもひどい曲がり方するんですけど、あらららららひどいでしょ、でこれでどうも途中でですね、はい、そのホームランバッターじゃないと、自分は中距離ヒッターになるんだという途中でまあ変更しましたけどね。ですから今思うとプロ野球の選手っていうのはあのこう下積みからレギュラーになるところが一番苦しいんで、僕はたった1年ですね本当にすごい練習をしたっていうのは1年だけでなんかなったような気がしますね。三原の期待に応えて若干22歳で4番の座に座った松原。その一方で守備においても独自の捕球スタイルを編み出した。いろいろなあのファーストを守備した人がいますが、特にあの松原さんの場合は、ちょっと今までのファーストにないタイプってんですかね、うん、古い昔に、いらっしゃったらしいんですが僕ら知らない人です。中川さんという方、ね、僕ももちろん知らないんですけれど、まあ、この方は非常に上手だったというタコ足って言われましてね、非常に体も柔らかかったというお話でしたね。私もあの中川さんのプレーは全然知らないんですけれど、はい、まあ、自分がこうやっていく上でねどういう捕球体制が一番その有利かと、いうことでそのもうコンマ何秒ですからね、はい、あのランナーが通り過ぎるか球を受けるかっていうの、はい、その中でいかにその伸びるかっていうことを考えたわけですね。伸びるか、あの投げる側に近くなるか、早くボールに触りたいわけですよね。でそのためにいろいろこう自分で体育館でこうどういう体勢が一番伸びれて安全な取り方かっていう中でですね、はい、こう実際には股を開かない方が遠くへはいけるんですね。ところが足が浮きやすいんですね、ついてる足がベースから。それでほんのもう数センチ 3-4 センチ短いんですけれど、はい、足を伸ばした方が絶対両側で押しますから絶対ベースから離れない。なるほどなるほど。そしてあのかなり伸びれるということでこの股を開いてですね地面に足をつけてパッと取る、まあ、これは自分は体が柔らかかったんですから、そういうことができたんですけど、じゃあ実際に松原さん、はい、ちょっとやってみましょうか。懐かしいスタイルになりますが果たしてできるかできないかというのも面白いですが、もう現役を辞めてから9年になりますから、
通の今までのですね、一流医者だとどのぐらいだったんですか。こういうことですね。今までの一流医者はこうやって受け取るわけですね。はい。そうするとこの足が浮いてしまうんですよね。でベースから離れてしまうという可能性があるんです、はい、あまり前へ行こうという、はい、試合になれば夢中になりますから。そうですね。そうするとこれの方がちょっと短いんですけど、ちょっと待ってくださいね。こういう形になるわけですね、はい、こういうふうにやると、絶対こっち側両側で押しますから、はいはいはい、これがベースから離れないと、こちらの足が体の柔軟さから生まれる安定した松原の捕球は、山下大輔をはじめとする太陽の若手内野手たちに大きな自信を与えた。でもその松原さんがそういう守備をやっている時は、常にセリーグの一塁手にはビッグバンがいましたよね、ええ、これはもうね、とても打つ方ではかなわなかったですね。王さんの守備なんか見てて、松原さん守備だった俺のが王さんよりうまいぜっていう感じだったんじゃないですか、うん、当時ダイヤモンドグラブ賞っていうのはね、はい、できましたけれど、なんで選ばれないのかなっていう思いはしましたけれどね。王さんも上手でしたけどね、でも僕の方が多少工夫したような気がするんですけどしかし王さんのバッティングの一本足に匹敵するのが、松原さんの一塁守備での二本足の伸ばしという感じじゃなかったかと思うんですけどね、はい、もう自分ではね腰痛になりますしね、あれをやった後も次の朝起きるとってなるぐらい 2,3 回やるとなるんですね、それ途中でやめようかなと思った時期があったんですよ、ですけれど周囲でそういう守備が好きだっていう、はい、入ってきますよね、そうするとこのプロですからやめるわけにいかないんですね、はい、とうとう最後までやり続けてしまいましたけれど、松原は太陽の攻守の要として信頼された。